中田正宏は兵庫県西宮市鳴尾出身のプロ野球選手。現役時代は阪急ブレーブスに所属し、引退後も阪急のコーチ、代理監督、二軍監督を務めたほか、オリックスの編成部長、取締役等も歴任した。鳴尾高校で投手として甲子園に二度出場。 1951年の第23回選抜高等学校野球大会では1年上の野竹定次との日本柱で勝ち進み、決勝に進出。決勝の対ナルト高戦で9回を投げ抜くが、1点リードして迎えた9回裏に、味方のエラーで同点とされ、さらに自身の三塁牽制悪送球で、サヨナラ負けを喫する。甲子園球場から徒歩2分のところにある、 鳴尾校の初の決勝進出とあって、球場を埋め尽くした5万を超える監修のほとんどが、鳴尾校を応援していたが、この敗戦に一瞬で静寂に包まれた。この年の動向からは、中田の他に、藤尾茂、鈴木武史、山田聖三郎の4人のプロ野球選手を排出している。1952年の第24回選抜高等学校野球大会でも、AS、として、 準決勝に進むが、またもナルト校に敗退した。ナルト校には後に、大学同期となる遊劇種の日のみすみがいた。進学した、慶応義塾大学で野手に転校。東京六大学野球リーグでは、一年下のエース、林香る、二年生左腕の辰見じめを用心1956年、周期リーグで優勝。同期は、長島修行を抑え、首位打者を獲得した。 リーグ通算66試合出場、198、打数64アンダー、0本塁打、26打点、打率、323。1955年秋季リーグからベストナインに3回連続選出されている。1955年の第2回アジア野球選手権、大会日本代表。日野以外の大学同期に、後にプロでチームメイトとなる修樹スケヒロがいる。 大学時代の愛称はゴジラ。当時としては身長が高くがっちりしていたため、大学在学時に公開されたばかりの怪獣映画からつけられたという。大学卒業時には国鉄、阪神など多くの球団から誘われたが、実刑の進めにより阪急入りを決断した。1957年、成り物入りで阪急ブレーブスに入団。一類種には、 岡本健一郎が定着していたため、主に左翼手として起用される。当時阪急では年間チーム本塁打が40本、前後で本塁打10本さえ打てる打者がいなかった。そのため大学では本塁打を1本も打っていない、アベレージヒッターではあったが、身長177センチと当時としては大柄だった。中田を球団を上げて、長距離砲へと育成。本人の入団時の目標は、 首位打者獲得であったが、当時の球団社長と監督に説得されて、渋々本塁打を狙うバッティングに変えた。同年は、開幕から5番打者に起用され、2年目からは9年連続2桁本塁打を記録するなど、およそ12年間、主軸としてクリーンアップを任された。入団3年目の1959年には、本塁打王の大舞、山内和弘に、 あと2本と迫る23本塁打を記録。そして入団5年目の1961年には、チーム本塁打が65本とリング最小のチームに、あって29本を放ち最多本塁打のタイトルを野村克也と共に分け合った。これは、阪急ブレイブスの歴史では2リーグ分裂後初めての本塁打王だった。1964年5月31日の近鉄戦では、 1>, 1イニングに本塁打のプロ野球記録も達成。通算サヨナラアンダ12本は、野村和也20、広瀬義則15、清原和弘13に次いで、藤井康を、田中幸夫と並びパリーグ歴代4位、阪急オリックスのハエ抜き選手では、藤井康夫と並び歴代1位と、ここぞという場面では、勝負強い一面も持っていた。通算サヨナラ本塁打4本。しかし、 天聖のホームラン打者ではなく、長打を打つには大きなスイングをする必要があったため三振も非常に多かった。1961年に記録したシーズン121三振は、1984年に西武ライオンズの秋山浩二に抜かれるまで日本人の最多三振記録だった。復刻版のベースボールカードなどでのキャッチフレーズは三振かホームランとなっていた。 1967年には西本幸雄監督のもと首相として悲願のパリーグ初優勝を遂げる。同年は中堅手右翼手として38試合に先発出場。また右の代打の切り札としても活躍し、過去最高の打率282を記録し優勝に貢献した。同年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでは第一戦に五番打者、右翼手として 先発出場。その後は代打に回るが通算7打数1安打と、活躍の場はなかった。チームがリーグに連覇を果たした1968年限りで、現役を引退。選手としての晩年、パワーの衰えを感じ、もう一度アベレージヒッターへの変貌を目指したが、すでに長距離砲のスイングが身についてしまっていて、簡単には変えられなかったという。その後は、 西本監督のもとで一軍打撃コーチとして、福本豊、加藤秀次らを指導。外野守備用のノックの名手としても、阪急ブレーブス黄金時代を支えた。上田理事監督が率いた、V4 時代もヘッド剣打撃コーチ、代理監督、二軍監督を歴任。阪急ブレーブス一筋で32年にわたって、チームに在籍。2004年まで。 ブレーブスブルーウェーブ OB 会会長を務めた。1989年チームが阪急からオリックスに変わるとフロント入りし編成部長に就任。初年度のドラフトでは野茂秀を指名するも抽選で外し佐藤和弘を獲得。しかし以後は1990年に長谷川重俊、野村隆人、1991年に田口総一郎、 1992年に小林博士、金田雅彦、1993年に平井聖子、庭野隆史らの獲得に成功。それらの選手が順調に育ち、1995年1996年にオリックスが頑張ろう、神戸をキャッチフレーズに掲げ、パリーグ連覇を成し遂げる、際の原動力となった。一郎の獲得に際しては、 スカウトの三和隆利氏の報告を受けて自ら愛知県まで視察に行き、そのバッティングを高く評価して、田口を外した場合の外れ一位候補に進言した。以降、球団取り締まり役等を歴任し2001年に定年退職するまでチームの新人獲得の最高責任者として屋台骨を支えた。退団後は二千六年まで J スポーツの野球解説者として、 オリックスをネット裏から暖かく見守っていたが、2007年以降は出演していなかった。2009年11月16日、心不全のため横浜の病院にて死去。74歳没。葬儀は出生地、兵庫県西宮市鳴尾の吉野理事にて行われた。現役を引退してすぐ、 西本監督のもとで一軍打撃コーチに就任した。新人時代の福本豊がキャンプの守備練習で万歳を繰り返していたのを見た。西本監督にあいつの守備を一人前にしてやってくれと依頼された。前年現役を引退したばかりでスイングが強くノックの打球に勢いがあったからだ。肩書きは打撃コーチでありながら副本専用のノッカーとして早くて、 方向の判断が難しい打球のノックを毎日に100本近く打って練習をさせた。相手チームの打者の打球傾向を知るために相手チームの打撃練習の観察を義務付けたり、中継手の頭を超える打球なんてそうあるものじゃないんだからなるべく前で守れと助言したことで、福本は日本プロ野球史に残るほどの外野守備の名手へと成長していった。もともとは、 打撃コーチであり、福本専用のノッカーだったが、福本に難しい打球を打つために毎年キャンプイン、前に自主トレでノックの練習を積み、数年経った時には自分の思った場所の半径1メートル以内に思い、通りのフライを打つことができるようになったという。その後、打撃コーチのまま、半球の外野手全員にノックを打つようになり、福本だけでなく、大熊忠義やウィリアムス、 美濃田浩二、山森正文らの名手を生む原動力になった。また、若い選手に、追い悪魔という訓示を語っていた。福本豊によると、これは、怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、迷うなを並べたものであった。また、言葉の由来について、中田からは、偉いお坊さんに聞いた話と言われたと、福本は記している。一郎の獲得に際しては、 担当スカウトだった三和と共にその才能を一目で見抜き、惚れ込んでいた。1991年の夏の終わり、三和スカウトから面白い選手がいるから見てほしいと報告を受けて、編成部長だった中田が一郎の打撃練習を愛好大名電工のグラウンドで視察。一球たりとも、芯を外さない一郎のフリーバッティングを見て、あんな選手見たことがない。 とその天才的打撃に惚れ込んだ。当時のスカウトによると、一郎の視察から帰ってきた中田さんは、普段はあんな風に選手を褒めない人が興奮して絶賛していたと語っている。そのため、その年のドラフト会議では、田口総に次ぐ2医師名を編成会議で求めた。しかし、フロント入りしていた前監督、上田理事らは、線が細すぎる。プロでは無理だと。 萩原厚志を押して、カンカン学ガ学クガクの議論の末、萩原の2位指名が決まった。3位指名はオリックスが囲っていた本当用で、決まっていたため、ドラフト当日、オリックスの一郎獲得は、絶望的だった。しかし、同じく、一郎を高く評価していた日本ハムと、地元中日が、いずれも4位までに指名しなかったため、オリックスは一郎を4位で指名することができた。 中田正宏と書いて、中田義弘と読むが、元来おおらかな性格のため、中田正宏と言われても全く否定もしなかったために、ルビに、正宏と書かれた、野球資料も多く存在する。大学時代、東京六大学野球の花形選手だったため、いつも満員の神宮球場で試合をしていた。新人の年、阪球の公式戦開幕の日、あまりの客の少なさに、 先輩選手にまだオープン戦でしたっけと聞いてしまったらしい。先輩選手曰く、これでもいつもよりは入っていると言われ、初めて阪急の人気のなさに気づいたという、ありがとうございます。